はい、どうぞ挨拶。はい、どうも、はじめまして、ゆかゆかです。ゆかゆかです。はじめましてじゃなくない？はい、はじめましての方もいるかなと思って言ってみたのよ。あ、そうですか。はい、今日は本当に私たちの日常です。はい、作文かよ。まあ、そうなんだけど、まあ、さっきコメントを見てたらすごい嬉しいコメント書いてくれたので、そうですね、はい、それについて喋ってたので、はい、その延長で動画を撮っているという流れです。です、はい、なんで特に今日は日常ですから、はい、日常ですから、本当に日常の私たちの素の会話を見てください。すいません、はい、作文かよ、作文演説ですか。まあ、こんな YouTuber いないと思います。選挙の演説みたいな感じの作文みたいだし、よく言われます、ね、もうこれ何本目もう動画出したの、もう100何本出してるんですけど、動画はそんぐらい出してるのに素人感が抜けないっていう。そうなんですよ、もう私たちの、ま、こういうキャラですよ。もうそういう感じでやっていきますので、ま、今後ともよろしくという感じ、はい、よろしくお願いいたします。でちょっとさっきのちょっと嬉しいコメントを。そうですね、お願いします。はい、じゃあ読みます。はい、まあ、この人たち絶対バズる、はい、というふうに、はいはい、コメントを見て、あ、まあ、いっぱい皆さんいつもねコメントくれて、はい、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、はい、すごい目について。そうだね、なんかこの人たち絶対っていうふうに言ってくれた方、ね、がいて、うん、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。そうです、もうそれをさっきずっと、ね、ご飯食べながら喋ってて、はい、いや嬉しいなってね思ってたんだよね。そうで、なんかついつい先日、はい、めちゃくちゃ大喧嘩した日があって、それでもうすごいなんか、うん、なんか意外とちょっとなんだろうね、スランプ状態で、そうそう、それちょっと落ち込んでたとこだったんですよ。そうそう、タイミング的に、はい、で、はい、なんかちょっと喧嘩みたいのして、はい、まあ、言い合いと言いますか。そうですね、まあ、すぐ治ったけど、治ったけど、あの日です、ライブ配信で、ライブ配信来た方分かるんですけど、そう、私一人になっててじゃないですか、あの日です、はい、なんですけど、その日だったんですけど、はい、まあ、意味あるのかとかそういう感じのとこまで行ってたんですけれど、 その中、はい、あの人たちは絶対バズるっていうコメントくださった方がいて、はいはい、あ、奮い立たされましたね。それで、あ、絶対って言ってくれる方がいるんだと思って、いるんだってね、とりあえず、はい、動画あげようって、そう思ったんですよ、本当に、はい。そうだから、やっぱり言葉というのはすごいですよ、力。そうこんなにさ、ね、先週やばかったじゃん、なんかちょっと、ちょっと暗いみたいな。そうですね、そうだね今日どうするみたいな感じだったんですけど、はい、もういいです、自然な、そうですね、日常をどんどん上げていくんで、はい、そうですね、はい、もうなりふり構わず、そうね、ここまでさ、動画し100本だよね、さっき言ったけど100本ぐらいで、なのにさ、これってやばくないですかまあいいですよね、こういう、はい、住人トイロですよ、住人トイロ、トイロ、まあえ、はい、いろんな人がいるじゃないですか、世界。そうですよ、こういう人います、 YouTuber もいるってことで。そうだよね、はい、皆さんついてきてください、ついてきてください、キュンです、古いです、はい、なんでちょっと、はい、いつもコメントちょっと増えてきたので、うん、一つ一つ返せてない状態ではあるんですけど、はい、しっかりこう見てるっていうことを伝えたかったです。全員のを見てますし、はい、でやる気がすごい、コメントによってやる気が出たという話です。話です、はい、本当に書いてくれた、はい、そこのあなた、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、元気出ました。はい、はい、もうそれだけですよ、喋ること今日はもう本当に、はい、食べもしないし飲みもしないし、ただ座ってなんかずっと喋ってだけです。やばい動画です。やばい動画です。やばい。まあ、いいや。はい、今暑いから皆さん水ね、2リットルは毎日、2リットルぐらいはみんな飲んで。そうですね、今最近ね、2リットルは水飲んで、毎日2リットル飲んでるから。はい、水分補給して、うん、頑張って夏乗り切りましょう。8月スタートしましたけど、そうです、もう8月も終わったらね、夏もあっという間に終わっちゃうんで、思い出を作ったりぜひ楽しんでください。なんだれ、私思い出を作ったりぜひ楽しんでくださいって自分たちが作るよってはい、はい、なのでもし何か、はい、企画とか、あ、そうですね、そういった、はい、
日常以外にも、はい、動画出してほしいものがあったり食べてほしいものがありましたら、はい、ぜひぜひコメントをください。そうですね、ちょっとやってほしいこととかお願いします。はいはい、まあそういうところです。はい、そういうとこでした、はい、そういうとこでした。はい、以上ですか。以上今ちょっとお気づきになりましたか、お揃いです。そういう T シャツです。まあ、最近ちょっとね、お揃いの服もちょっと着るようになってきました。またそうだね、なんか小さい頃お揃い嫌だったけど、そうだね、なんかキモいとか言って嫌だったんですけど、そうそうそう、今はもう何にも気にしなくなりました。そうですね、だから何の話、まあ、基本的に結構白黒じゃない。確かに、で色選ぶと確かにそうなんですよ。床が白で床がなんか 黒みたいなイメージみたいなね、色の配色になっているので、あれ、あ、いいのか、あのなんか何言ってんの、立ち位置あったっけこれ。あ、まあいいや、立ち位置もコロコロ変わるんですけど、そうそうそうです。あ、でも全然雰囲気違うし顔も違うから、はい、もう分かってきたと思いますよ。もう見分けついてるでしょ皆さん、うん、全然。そうですね、じゃあね、じゃあはい、ぜひです、8月ということで、はい、私の怪談話も出したいと思ってるので、はい、急な話ですけど、それ次の動画の話で、次の動画の宣伝は、はい、怪談話になりますので、そうです、楽しみにしてください。はい、いろいろ面白い日常アップしていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はここでありがとうございました。ありがとうございました。何の動画だこれ、何の動画だこれ